こんにちは。こんにちは。小原です。石田です。小原ひろみです。イルカの時間です。いいですね。ね、しちゃいましたね。うん、昨日はね、不登校大学の、はい、まあ最終っていうかさ、特別講座みたいな形でね、おぎママ30回に講座があったんだっけ？そう、30回講座やった。講座があってプラスおぎママの講演会の締めくくりみたいな。そう。そういうつもりだったんだけどさ、もう一つちょっと用事ができたんでね。私が行ってまいりました。チケットね、はい、せっかくのチケットだからね。でよかったのって？すごいよかったよ。あ、そう、やっぱりね、人を引きつけるすごい魅力があるよね。そうだね、まあやっぱりこう山あり谷ありの人生なんですよ。そうだから、ね、テレビなんかで映ってて、ね、キャピキャピしててさ、チャラチャラしてるみたいに思う人もいるかもしれないけど、相当苦労してらっしゃるのがもうオーラ出てますね、みたいな。それを乗り越えたやっぱ優しさだよね。そうだね、すごい感じた。そうだね、まあね、お話っぷりも優しい人だしな。そう、やっぱりね、苦労してる人っていうかさ、必須のエリートじゃないんだよ。やっぱり挫折を体験してる人っていうのはさ、まあ全部が全部とは言わないけれど、やっぱり人の気持ちが分かる人になりやすいよな。この方も、まあ、高校受験で失敗し、大学受験で失敗しっていう、そういう挫折が2つあって、まあ、学校に行ってもその高校の先生とかな、うまくいかなくてみたいなのがあって、先生だけにはならないと思った。大学の時に、ね、教師的にはならもんかと思ってたけども、お母様が、お前はそういうことで苦労してると。だからそういう失敗した子の気持ちとか、そういうのが分かるから、絶対いい先生になれるって言ってお母さんがおっしゃった。ああ、そうなの。素晴らしいよね。そうだね。だからこの間あったさ、北原さんもそうだけどね、母親っていうのはね、本当大事だね。母親の一言がね、人生決めるみたいなね、そういうことがあるよな。なんかいつでもなんかそういう基本的ななんだっけな。なんかすごいね、難しいことを優しく言ってくれるんだけれども、基本的信頼感の形成、その愛情だよね、それがある子は絶対大丈夫。いや、そう思うね。そうだと思うんだよね。だから学校行くとか行かないとか以前の問題がさ、あるわけよ。なら、その以前の問題をしっかりしとけばさ、行っても行かなくったって、そんな大した問題じゃない。それでやっぱりハッとしたのはさ、そのやっぱり今はね、ほら、優しく育てる、ね、褒めて育てるって、特に小木先生は言ってるんですよ、褒めて育てましょうって言って、そうするとやっぱりそんなんじゃ生優しいもの育たないっていう逆の意見も絶対出るわけよ、厳しくしないと。でもそれは科学的にも証明されたっていうのが小木先生の言い分なの。それはどういうことかっていうと、脳科学っていうものが発達していって、例えばその今 MRI とかいろんなもので見えるわけじゃん、見える化になってるわけ。そうすると、例えばまあ外国の実験だけども、もうどんどん厳しいことを言うクラスと、もう先生が褒めて、頑張ったねっていうクラスでやった時に完璧にも違うんだって。ああ、そう。どちらがいい風になっているかっていうのも歴然としてるんだって。なるほどね。そう。でもさ、それやっぱりそれと同時にさ、やっぱり先生がどれだけね、親もそうだけどさ、もう本当本気になって関わるかであってさ、そう、厳しくはいけないわけではないの。そこに愛情があっての厳しさなのか、自分のなんていうの、うまくいかない悔しさとかさ、だから今はもうなんていうの、親がやっぱりいい親になろうとかさ、先生も友達先生とかよく言うじゃん。ね、そんな関係であるということを、であるためにね、子供たちになんていうの、友達っぽく付き合ったりさ、そういうことあるけどさ、そういうことじゃないよな。そう、表面的な、なんかそれではないんだよね。そうなんだよね。根本的にその子のことをどこまで思って、そうだから褒めればいいって言われてさ、真似だけね、褒める表面上だけで褒めてる状況じゃさ、やっぱ子供もそんなこと見透かしちまうからな。そうだね。そこが面白かった。だからやっぱりさ、例えば子供がさ、なんかやったらすごくね、褒める時ってのはね、親は感動して褒めなくちゃ、本当に、やっぱり本当に感動するようなことやるじゃん。やる。そうでしょ。でもさ、いや、すげえよなって。小さい時ってさ、この子天才かもって思ったこといっぱいあったじゃん。だからそれはもう褒めなくちゃいけないよな。すごい映画、すごい絵描いたりとかさ、発想が面白かったりとかさ、そうだよ。なんとも言えない優しさをさ、見せてくれた時とかさ、やっぱあの時の感動を忘れちゃいけないよね。そうだよ。だからこの間もな、駅でさ、柱にピュピュッと登ってたじゃん、小学生な。
なあ、あれださ、やめなさいじゃなくてさ、もう、うわ、おめえすごいなって、あんなこと、じゃやってみってできないんだから、親は、大人は。でもここじゃ危ないよ。そう、でもまずは褒めね。褒めてからね。なんとか思うね。いや、よかったよ、なんか、なんかその有名人の公演ってなんかそんなばかりかなみたいなの、ちょっとあったんだけどさ、違ったな。まあ彼も本気で生きてるからね。いや、それやっぱその挫折があるっていうのがやっぱ大きいんだろうな。だから、本当に不登校になる子も引きこもりになる子の気持ちも、もう自分が体験してるからさ。そうだよね。もう嫌で嫌で仕方なかったと思うよ、高校受験失敗したら行くとこないっつって。そりゃそうだよ。だからまあ、一応不登校のね、子供が不登校を体験した、そういうね、親だからさ、聞いてるのはね、特にこう染みるもんあったと思うよ。そうだね。だってまあ本当に悩むわけだからさ。これ悩まん人はいないと思うよ。多分ね、いや、小原さんいいよ、もう終わったことだからって言うけど、でもはっきり言うけど、例えば紀子が高校行った時だって、合格してよかったとまず思うじゃん、チャレンジの何枚っていう枠をくぐり抜けて。ね、希望の一部に入れました、よかったって言うけど、もうすぐ入学したらゴールデンウィークがあるわけ、そうだね、ゴールデンウィーク明けに行けなくなるんじゃないかとかさ、もう常にそのあれだったよね、今週は行ったけど来週は行けなくなるんじゃないだろうかみたいな、そういうのって私ずっとあったよ。そうだね、それはあるね、一日休んだら明日からまた行けないんじゃないかとか、また一日が2日になるんじゃないか3日になるんじゃないか、リズム崩れるんじゃないかとかさ、これはやっぱ不登校の子供を持った親御さんなら誰でもあると思う。そうなんだよね、それあるけど、だけどもさ、やっぱり一日行ったことを喜べるようにならないとな、だからよく言ってコップに半分あった時に、もう半分しかないと思うか、まだ半分あると思うか、そう、まあ、根底からこうなんていうの、考え方のさ、なんていうんだろう、こうシャッフルというかさ、ぐちゃぐちゃにしてが、私やっぱりあの時あったなと思うね。そうだよ、だから、ね、あの紀子の学校のさ、まあ親御さんともお付き合いしたけどさ、子供がこう高校へ行き始めるじゃん、ねえ、これはもう本当に行かない子が行ったんだから本当にもう万々歳のはずなんだけど、今度はそこで、じゃあそのね、不登校の子たちば、元不登校の子たちの多い学校で、ね、まあある意味だと温室のようなところで、ぬるま湯っていう表現をした人がいたね、そう、ぬるま湯の中で、ね、そういう中でいて、じゃあ今度ここ出たらどうなるんだろう、そうそう、大学行って大丈夫だろうか、あるいはまたその先就職できるんだろうかとか、まあ、そこまでこう言ってしまうわけ、そうだよ、ね、そうすると子供ってさ、もうやっとの思いで高校へ通った、ね、もう本当に受かった喜び、それから、休みながらも行けると、いうふうなこと、でストレスも中学校時代より少ないというふうな本当喜びの中にいるのに、親はそれを褒めない、親は次を心配し始めるわけ、そうすると子供としてはいたたまれないじゃん。そうでしょ。どっこしてて休むことも許されないのかっていう。そうそうそう。今思えばね。そう。でも盾はなんだっけ？生えば盾、盾は夢のなんとかじゃないけど。親の子だな、それはね、やっぱり分かる。正直分かる。それはね、仕方ないよね。思うもんだって。そう。分かってもでもさ、子供の立場に立ったらさ。でもこれってさ、極端な、まあ、私は健常っていう方あまり好きじゃないけど、例えば何もその不登校も何もね、健康問題も何もなく、普通の中学校、小学校、中学校、高校、大学といった人であっても、分かんない人だって就職したで就職でつまずくかもしれないし、就職が良かった、一時企業に勤めて良かったと思ったけども、例えばじゃあ今度結婚でつまずくかもしれないし、結婚できました良かったって時にまた何かそこでね、いろいろあるかもしれないし、最終的にはやっぱ親ってのは一生心配すんだよ。そうだよ。でも、心配しながらもこの子はきっと大丈夫ってさ、まあ、生きる力っていうかさ、生き抜く力っていうかさ、そこをさ、この子には底力あるとどこで思えるかどうかだね。どこで踏ん切るさ、昔は元服ってあったでしょ、そういう儀式が必要なわけよ、それは俺はあの内観この人の儀式として紀子は受けたから、ね、大丈夫、もういい、もうあいつは自分の判断で全部やっていけばいいとかさ、そういうふうなさ、どっかで儀式でこう踏ん切る儀式、これがねあるといいと思うね、今はなんとなく成人式って言ってもあれだしさ、ずっとすごい密着してるあれなんで、昔はほら子供の数も多かったから構ってられなかったっていうのが正直、構いたくても構ってられなかったわけでしょ、親も必死に働かなくちゃいけなかったし、今はある意味そうじゃないんだよね。そうね。それでやっぱり情報がすごく多すぎる。そう。
だからさ、うん、子供には子供のさ人生がある、うんね、それを自分で選んで、うん、自分の足で歩いていくわけやから、うん、ね、だから親はね、まあ、あるところまで伴走はできるけれど、うん、まあそこからはもうさ、やっぱり自分も自分の道があるんだからさ、うん、だから、うん、やっぱ私は一番助かったのはやっぱ魂は別物だってその発想でね、スピリチュアル的感覚で言うと、うん、私の魂と子供の魂は違うとこから来たんだから、うん、もうそれで今一時ここに一緒にいるだけだっていうのが、うん、冷たいって言われるかもしれないけど、うん、それが本質だと思う。そうだね、うん、まあ、それそういう気持ちは持ってる必要があるよねと思いましたね。はい、熱く語りました、ね、よかったね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。